経営計画は難しいってみんな思ってます。でもそんな難しくないって感じてほしい、そういう意味で作りました。こんなことで経営計画なんだ、こんな簡単なことなんだ、それを作れるアプリがあったらいいよね、そういうふうな気持ちで作ったのがこの経営計画つくるくんです。経営計画つくるくんのコンセプトは、経営指導員と小規模事業者の人たちがつくるくんを使って30分間話をして、その話の内容を打ち込むことによって経営計画、持続化補助金のベースが出来上がる、そういうふうなもので作りました。小規模事業の、経営者、事業主の方々ですね、その方々に向けて、お話したいのはこういうことなんですよ。経営計画なんて作るの難しいって思いますよね。だってなんか難しい言葉いっぱいあるし、数字をいっぱい並べなくちゃいけないし、そもそもそんなこと考えたこともないしって、そういう方たくさんいらっしゃると思います。その方々にとって、あの経営計画つくるくんをアプリとしてインストールしてください。そうするとそれを持って、商工会、商工会議所の指導員の方と30分お話しする、そんな機会作ってください。入れたんだけど使い方わからないでもいいです。それでもいいから、まず入れてそれを指導員の人たちと話しするツールに使いましょう。そうすることによって皆さん方に30分したら、ざっくりなんだけれども、そうか、経営計画ってこれでいいんだ、このレベルででも経営計画と言えるんだっていうことがお分かりになると思います。これはやる方が早いです。考えるんじゃなくて、まずはインストールしてください。そしてまずやってみてください。やり方分からなかったら、自分で難しいと思ったら、指導員の人の力を借りましょう。それを使っていただくためのツールがこれなので、どうぞよろしくお願いいたします。